ミントンズ・プレイハウスは、アメリカ合衆国ニューヨークのハーレム地区、セシュルホテル1階にあった、ジャズクラブバー。1938年にテナーサックス奏者、ヘンリー・ミントンによって設立された。プレイハウスでは1940年代初め、セロニアス・モンク、ケニー・クラーク、チャーリー・クリスチャン、チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーといった新しい音楽の開拓者たちの、ジャムセッションが行われ、 ビバップとして知られるモダンジャズの発展において大きな役割を果たしたことで知られている。プレイハウスは30年にわたり成功を収めたが、1960年代後半に衰退し最終的に1974年に閉店した。30年以上シャッターが閉じられたままだったが、2006年5月29日、ミントンズプレイハウスアップタウンラウンジの名で装いを買い再開した。 しかしながら、この新しくなったクラブも2010年に閉鎖された。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。ありがとうございます。